クス。すいません。びっくり、僕帰ってきたんですけど、僕は普段寝てるんですけど、人が。うちなんですよ、うちの中で。ああ、了解です。お兄さん。お兄さん。あ、ちょっと離れてます。了解、男性が家の先で、ここ家じゃないです、確認してます。ちょっとこれ今、接触してます、どうぞ。はい、スピードオンで撮って。了解、今、準備します、お待ちください。皆さん、お酒飲んでます。状況わかんないです。今の状況わからないです。ここ、あなたの家じゃないです。お酒飲んでます。ちょっと息吹く。復習できたのか。シャフトボンされたのが欲しいですか。あ、お酒だいぶ飲みました。はい、飲んじゃった。ここ無施錠ですか。鍵はかけてなかったですか。了解。旦那さん知らない人ですよね。知らん。おさん、ここはあの鍵はかけてました。鍵はかけてない。全く知らない人。1号から PS あって、施錠×です。施錠はしておりませんでした。なお知らない男性、場所がありません。どうぞ。ここがどこだか分かりますか。ここは東京です。何入国で飲まれてる。2はどっち。家は大阪なんです。大阪。これは何で出張かなんか。そうです。この土地にあんまり土地感がないってないです。今お仕事中に来られてるんですか。そうです。仕事は誰と思うんですか。家で来たら怖くて、なんかおかしくない。だから上の方にこんなに何言ったの。これ誰と私の人なの。お一人だから。お一人です。靴どうしたの。あちらいらっしゃる。靴ある。これは外に行って。警察に出ましたのに。私物です。あ、じゃあ。知らない人がいる。そういうのとかも知ってたら、ちょっと知ってたら、あの人は、うん、あの人は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 、あ、それは、お尻を触ります。あ、一号了解できますので、これにつきましては、110番しました。今はどっか泊まってるんですか、ホテルで。家に行ったところ。そうですよ、ホテルに泊まってるんですけど、どこのホテルかっていうのはちょっと、ごめんなさい、忘れちゃいました。いいですか、東京。
携帯見ればわかる。ちょっとお財布の中とね、あなたの印象を。いいですか。トラベルトラベルを実施しております。どうぞ。前に大阪から出張で東京に来て、ホテル取ってるかどっかのホテルかは覚えてない。お客さんありますよ。ホテルどの駅の駅を覚えてる。大井町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 はなんていうホテル。ごめんなさい、ちょっとね、ここ開けてもいい？はい、いただきますよ。寒いけど、寒いけどね、ごめんね。はい、了解。すみません、おそらくここでいい？吹田市。あ、吹田市です。間違いない、はい、中村秀明さん。はい、ホテル、おそらく大井町。一旦ちょっとこれはお預かりします。あ、すぐ返しますからね。ちょっと今日何時か何時か携帯かなんか見るとか。え、旦那さん。予約とか。あ、そうですよ。予約とか、その携帯とかで見れば分かります。わかりますね。はい。何日前？え、何日ぐらいの？どうなんですか？あ、旦那さん、あれなんか、ご無沙汰してます。